丸川珠代です。昭恵には、尻がる女、バカ、反社、と、増言が投げつけられます。私が、昭恵にインタビューし、実際を明らかにします。昭恵は、コロナ騒ぎの最中に、なんで、大分の宇佐神宮に、旅行したんですか？心臓の、天皇の政治利用を、終わらせたかったのです。宇佐神宮、宇佐八幡は、明治政府の、無理やりの、国家神道のこじつけ、に反対し、御利益や、平穏無事を祈る民衆の願いの神社なのです。昭恵は、そこまで、リベラルな、正しい、人だったのですね。そうだったのですか？うんこのような、森友幼稚園で、右翼の、軍国主義を演説したのは、なんで、なんですか？韓国をけなす、喧嘩、そして、頑張れ、頑張れ、安倍総理って子供に言わせましたね。森友幼稚園で素晴らしい教育と言わせたのは心臓のパワハラなんです。森友幼稚園の教育直後なんて豚うんこです。安倍晋三の極右軍国主義にはほとほど呆れました。